タンパク質研究奨励会の川端と申します。今日は PDBJ を使ってタンパク質の立体構造データを見るという題目で、このようなタンパク質の立体構造データをどうやって PDBJ から検索して、でそれをどうやって分子分野で見るかと、でそれをどんなふうに研究に生かしていくかという話を簡単に説明していきたいと思います。よろしくお願いします。まず本日の話題なんですが、最初に PDB データの成り立ちを簡単に説明していきたいと思います。PDB とはどういう組織で、どんな情報が収納されているのか、どういうファイルフォーマットで書かれているのかと、あと簡単に PDB データの検索方法の、Tips のようなことを説明したいと思います。で、次に、立体構造データを見るためには、分子ビューアーというプログラムを使う必要があります。で、現在、さまざまな分子ビューアーが開発されて入手可能なんですが、その中で PDBJ が開発したモルミルというウェブブラウザの中だけで使えるビューアーですね。それを中心に説明していきたいと思います。で、最後にアミノ酸配列から立体構造をモデリングするには、立体構造予測をする方法というので、PDBJ が用意しているホムコスサーバーを用いた、簡単なホモロジーモデリングの手続きについてちょっと説明したいと思います。で、あと最後に、ここ最近非常に注目を浴びているアルファフォールド2という、深層学習を用いた新しい非常に高精度な立体構造予測ソフトの予測について、どうやって使うか、どういうふうに使えばいいのかという方について、私の知る限り簡単に説明していきたいと思います。で、まず PDB データの成り立ちについて説明します。で、そもそも PDB とは何かということなんですが、プロテインデータバンクの略です。で、これは今言わずもがなのとこがあるんですけれども、タンパク質っていうのはアミノ酸が並んだもので、そのアミノ酸の組成や並び方によっていろんな形状、物性機能を持ちます。で、その中でも天然の球状タンパク質と呼ばれているタンパク質は、そもそもアミノ酸が長く並んだ紐状のものがタンパク質なんですけれども、生理条件下で唯一のコンパクトな形で折りたたまるという性質を持っています。なので、この折りたたまってしまえば、X 線結晶解析 NMR や電子顕微鏡という技術を使って、この形状を原子レベルで決定することができると。で、それを集めたデータベースがプロテインデータバンクであるということです。で、PDB は1971年にアメリカでスタートして、2003年以降3つの拠点、アメリカの RCSB-PDB とヨーロッパの PDBE と日本の PDBJ による3点で協力して登録配布を行っています。で、PDBJ は大阪大学のタンパク質研究所内に設置されています。それで、現在ほとんどの学術雑誌が立体構造決定を報じる研究論文の出版の条件として PDB の登録を義務付けているので、実験的に決めた方が直接 PDB にデータを登録するような一次データベースの形態で運営されています。で、立体構造から分子機能や構造安定性に関する知見を得られるし、分子進化や創薬の研究も役立つので、非常に有用なデータベースです。で、先ほど最初に PDB は球状タンパク質の立体構造が登録されていると申し上げたんですが、現在は球状タンパク質だけでなくて、膜タンパク質もかなりたくさん入っています。また、補構成薬剤と結合した状態のタンパク質であるとか、複数のタンパクや核酸を含む複合体の構造もたくさん登録されています。で、あと天然変性タンパク質といって、こういう伸びた構造のまま一向にこの一つの固まった形にならないタンパク質っていうのが、実は世の中にたくさんあるということが最近知られてきていて、で、こうした天然変性タンパク質は形が決まらないので、原則的に PDB には入っていません。それは当たり前です。ただ、こういった天然変性タンパク質でも、他の分子と結合した時に形が定まる時があるので、そうした状態の構造だけが入っているというふうにご理解ください。で、PDB のデータの成り立ちなんですが、まず現在の2022年1月12日段階のデータ数は18万5000件ぐらいのデータがあります。で、中で、実験手法が大きく3つあって、X 線結晶解析、これが一番昔からある方法で、今でも一番多くて87%ぐらい X 線です。で、NMR が今7%ぐらいで、電子顕微鏡が5%ぐらい。で、昨今、電子顕微鏡のデータの伸びが非常に著しくて、
主にクライオ電源と言われているものなんですが、もうどんどん NMR よりも、いずれ追い抜くことはもう自明だろうと言われています。で、PDB のデータは、PDBID という4文字の英数字が振られています。例えば 2HHB っていうのはこれのこのヒモグロビンなんですが、1A5K とか、こんな感じで4文字のデータが PDBID 各エントリーについています。なので、この PDBID を知ることがデータの検索するための第一歩ということになります。で、各高分子にはチェーン ID がついていて、例えばヘモグロビンの場合、4つのタンパク質ができていて、A さ、B さ、C さ、D さというふうに名前がついています。で、各残基には残基番号がついていて、で、その残基を構成する原子にも原子名がきちんと固有の名前で付けられています。これは後で説明します。で、低分子化合物には化合物名が、3文字で付けられています。例えばアラニンでは ALA、ヘムだったら HEM とか、こんな名前がついているというふうになります。で、これはちょっと例を見せすると、例えばステインは必ず CYS という3文字で呼ばれていて、グルタミン酸は GLU という3文字で記載されていると。で、これはDNA を構成するアデニンで DA と呼ばれています。で、ステインを構成する原子も、これ厳密に名前が決まっていて、Cα は必ず CA、Cβ は CB とかというふうにこう全部決まっています。で、要するに何が言いたいのかというと、PDB 全体として非常にたくさん18万件のデータがあって、いろんなオーサーが出してくるわけですが、すべてのデータについて、ステインは CIS と呼ぶことが厳密にこう統一されていると。で、ステインの Cβ 原子は必ず CB と書くということが全部統一されて記述されているということになります。これは意外に重要なことで、これを維持するのは実は意外に大変なことです。この大きなタンパク質ですから、普通小さなものでも1000以上の原子が、大きかったら10万以上原子がありますので、それが全部きちんとした命名法に一貫してつけるというのは実は結構大変なことで、これはデータの人が苦労するところでもあります。で、それで、この次に PDB のファイルフォーマットについて説明しようと思うんですが、最初に申し上げると、なんとなく構造を眺めるだけだったら、別にファイルフォーマットをあんまり意識する必要はないですね。で、特に昨今の分子ビューアーはフェッチっていう機能があって、ビューアーが直接 PDB ウェブサーバーにアクセスして、そこからデータを勝手にダウンロードしてみるということができるんですね。だから、つまり今までのように、あるファイルをダウンロードして、それをダブルクリックして開いてみるっていうことをしなくても、直接見れるようになっているので、そもそもファイルフォーマットが、ユーザーが意識する余地がないっていうふうな設計になってたりします。ただ、そのファイルフォーマット自体は必ずしも知る必要がないんですけれども、そもそも PDB データがどういうふうな構造で成り立っているのか、つまり、例えば残基名とか残基番号とか鎖識別子とか原子名っていうのはどういうふうにつけられているのかなっていうのは、ある程度知る必要があると思うので、それを知るためにはやはりファイルフォーマットをちょっと見た方がいいと私は思うので、少し説明させてください。で、今、2つのファイルフォーマットが並存する形になっていて、QPDB フォーマットというフォーマットと MMC フォーマットというのがあります。で、これ QPDB フォーマットは Q って書いてあるように、一番昔から使われていたもので、1971年から使われているものです。で、これは80文字の固定帳になっていて、見やすいんですけれども、文字数の限界があって、例えば鎖識別子は1文字で、原子番号は5文字なので、上限があるんですね。なので、非常に大きなタンパク質複合体、例えばリボゾームとかウイルスとかの巨大タンパクのものは扱えなかったりするんですね。で、それを解決するために、その固定帳ではない可変帳のフォーマットとして、MMC フォーマットというのが、2014年から PDB の正式なフォーマットになりました。なので、今はこちらが、PDB の正式フォーマットで、これは昔から使っている人もいるから、付き合いでちょっと公開してあげているっていう、そういう立場を PDB は取っているというふうにご理解ください。で、PDB フォーマット、古い方ですね、っていうのはこんな感じで、この80文字の固定帳になっています。それで、フォーマット自体はすごく見やすくて、1アトム1行になっていて、1つの原子が1行で書かれてるんですね。で、原子番号、原子名、残基名、チェーン ID、残基番号で、原子中心の位置が XYZ 座標で書かれているって、こういうふうに非常に見やすい形になっています。ただ、これを見て分かるように、例えば、チェーン ID は1文字分しか用意されていないので、例えば、50を超える、100を超えるような複合体、
である場合は、1文字じゃ書けないので、そもそも。2文字以上必要になってくるわけですね。で、原子番号のところも5桁しかないので、限界があるということになります。で、この限界を取り払ったのが、MMC フォーマットで、こういう形態になっていますね。で、ちょっと複雑で見にくいんですけれども、この原子座標を書いてある部分はこの部分で、表形式みたいな、Excel の表みたいな感じになっています。その Excel でいう、列名に当たる部分が最初にこういうふうに書かれて、これデータの名前ですね。で、その後実際のデータが、行としてこう書かれていくという表形式になっていますね。で、そのデータの桁数は原則的に上限は設けない方向で柔軟に書けるような、仕掛けになっているということになります。で、シファルの特徴なんですが、非常によく整理されていて見やすいフォーマット、かつ人間にも機械にも読みやすいような配慮がなされているということです。で、シフ形式を、今、PDB では PDB 形式とシフ形式両方、データを公開しているんですが、どうしてもシフを使わなければならない場合というのはちょっと一応強調しておきたいと思います。で、一つは巨大構造を扱う場合、例えばリボゾームを、ファイルを見たい場合ですね。というのは、もうシフ形式でしか書けないです、リボゾームは。なので、リボゾームの研究者は必ずシフ形式を使わなきゃいけない。ウイルスとか大きなものを扱う人はもうそれは仕方がないので、絶対に使うことになります。で、あと、皆さんの参加者の中に少数いると思われる立体構造を使ったプログラムを開発している方っていうのは、できるだけ少なくとも入力は MMC に対応するようにすべきだと思います。で、出力は何でもいいんですけれども、入力はシフ形式読めるようにしないと、もしそのプログラムを使う人はですね、PDB 形式でしか読めないとなると、解析できないタンパク質が出てきてしまうので、できるだけ入力は対応するようにしてもらった方がいいと思います。あと、PDB データベース全体に対して統計を取るような方はですね、やはりシフ形式をベースにすべきかと思います。で、例えばこのシフ形式だけしか公開されていないエントリーっていうのが実は結構あって、 PDB 形式変換負荷エントリーっていうんですが、それが現段階で2498エントリーは PDB 形式ではダウンロードできない、シフ形式でしか公開されていないというものがありますので、こういうのを全部使いたいという方、これ、上位で比べればリボゾームが出てくるんですけども、は必ずシフを使うというふうにしてください。で、あと、これ最後に、これが結構重要なんですが、PDB のを使うためには PDBID、 そういう 4HHB とかそういう4文字の ID を、知っていることが、前提となります。で、この自分が、見たいタンパク質の PDBID は何かっていうのを探すっていうのは、実は、なかなかトリビアルではなくてですね、もう PDB が18万ぐらいあるので、どれを使ったらいいかっていうのを探すのは結構大変です。で、どうやって探すのかっていうやり方なんですが、基本的にやっぱり3つ方向性があると思います。1つは、やはり文献検索をしてしまうということです。で、構造を決定した論文には必ず PDBID が書いてあるので、Google や PubMed とかで、まず文献を検索すると、関心あるタンパク質名と一緒に 3D ストラクチャーとか X-ray とか Cryo-EM とかってやると、文献がヒットしますので、それをパッと斜め見て、論文の末尾に必ず PDBI で書いてありますから、それで見るというのが実は結構手堅い、ちょっと遠回りなようでいて、文献検索が非常にやっぱ充実しているので、それで探すっていうのは実は一番手堅い方法だったりすることがあります。で、あと、手軽な方法として、やっぱ普通のキーワード検索を使う方法で、PDBJ のトップにこうフォームがありますから、ここに自分が見たいタンパク質名とか、ファミリー名とか、リガンド名とかを入れればヒットしてくるというふうになります。ただ、このやり方だと、ご存知のように、同じタンパク質が別の名前で呼ばれたりすることもあるし、あと、あるいは有名なタンパク質だと、例えばイミノグロブリンってやると、ものすごい数のものがブワーッと出てくるので、その中でどれを使えばいいのっていうのが結構探すのが大変だったりします。ただ、詳細検索っていうページがあって、もっと細かく指定もできるので、これも使いこなせば、なんとかたどり着ける可能性はあると思います。で、あと、3つ目は、もし見たいタンパク質のアミノ酸配列が分かっているのであれば、そのアミノ酸配列から検索するっていうのが、これが実は割と手堅い方法です。で、なぜなら、結局タンパク質名っていうのは結構いろんな言い方があって、
遺伝子名、タンパク質名っていうのはいろんなシノニムがあって、必ずしもその1つのタンパク質と同定できないことが多いんですけれども、アミノ酸配列っていうのはそれが決まれば、正確にそのタンパク質、生物種も含めてタンパク質が決まるので、確実に同定することができるということです。で、PDBJ だと、左側にシークエンスナビゲーターっていうメニューがあって、それのカスタムシークエンスっていうのを選んで、ここにアミノ酸配列をコピー&ペーストすると、検索、ブラストが後ろで走って検索することができます。で、この方法のいいところは、これは後で説明するホモロジーモデリングの鋳型を検索しているのと同じことになるんですね。その、今見たいタンパク質のアミノ酸配列と似ているタンパク質を PDB から探すということは、これ立体構造予測の第一歩をやっているというふうにも考えられるわけです。で、それのもっと積極的にそれをするウェブサーバーというのはホムコスというのを PDB で作っていて、これは基本的にはホモロジーモデリングのための鋳型を探すサーバーなんですが、それでこれアミノ酸配列を入れると、例えばモノマーと複合体とか核酸との複合体に分類されて PDBID がバーッと出るようになっているので、検索方法としても便利で、これはまた今日の最後でホムコスの使い方でちょっと説明していきたいと。はい、それでは次に分子ビオの使い方、つまり、PDB のサイトで実際に PDB のデータの一つを見てみて、それを、ビューブラウザーの中のモルミルというプログラムで立体構造を観察するという演習をやっていきたいと思います。で、分子ビオは、非常にたくさんの種類が開発されて使えるんですけれども、今主要でよく使われているのも4つありました。まずパイモルと UCSF カイメラというプログラム、この2つは、いわゆるインストールして使う、アプリケーションとしてのプログラムです。で、今回使ってもらうのは、インストールをしないでブラウザ、ウェブブラウザの中で起動する、そういうプログラムを使ってもらいます。で、一番よく使われているのは、これ、昔から JSMOL というもの、これ、ホムコスではこれを使っているんですけれども、今回は MOLMIL という PDBJ で開発されたプログラムを使っていきます。で、これはブラウザの中で動きますので、インストール作業とか一切不要です。ネットワークにつながっていれば、普通に使うことができます。で、もう開発したのは、この PDBJ のスタッフの、ギャージャン・ベッカーさんという方です。で、非常に、驚くほど、綺麗です。すごくブラウザ内表示していると思えないほど遜色のない綺麗なグラフィックスを出すことができて、起動も早くて、優れたプログラムだと思います。で、何の立体構造を見てもいいんですが、一応流行りというか、新型コロナウイルスのタンパク質を見てみようかと思います。で、題材にしたいのは、SARS-CoV-2 の 3C-like プロテアーゼ。で、PDBID は 7RFW というものです。で、これはどんなタンパク質かちょっとだけ説明すると、新型コロナウイルスっていうのは、感染した後、非常に長いアミノ酸、7096アミノ酸からものすごく大きなものを1回翻訳するんですね。で、それを切断して10億のタンパク質にして機能を持たせるようにするんですが、その切断するタンパク質の一つがこのプロテアーゼということになります。で、これは創薬ターゲットになっていて、ファイザーが PF0732332 っていうのを治験をずっと続けていて、これ商品名パクスロビドということです。これがパクスロビドという阻害剤 と、この 3C-like プロテアーゼの強結晶というのがファイザー自身がサイエンスに論文を出してきていて、その PDBID が 7RFW というふうになります。じゃあこれ今から私もブラウザを立ち上げて見てみましょう。はい、まずブラウザを立ち上げて、PDBJ のサイトに行っていただきます。 Google で PDBJ とやるとトップに来ますの で、これで PDB のサイトに来ました。で、ここで、PDBID が 7RFW なので、ここに 7RFW と入れます。で、リターンするとこういうふうに出てきて、これは、7RFW のトップページで、タイトルが書いてあって、ストラクチャーオブサースコービーメインプロテアーゼ、これが、3C-like プロテアーゼの別名です。で、コバレントインヒビター、共有結合した阻害剤というのが、これがパクスロビド、ファイザーが開発した阻害剤です。で、文献もここにリンクが貼ってあります。で、あと見ていただきたいのがこの構造情報というところで、ここでこのエントリーに含まれている分子の一覧が出てきます。で、一つは 3C-like プロテアーゼタンパク質ですね。で、ユニプロットへのリンクも貼ってあります。で、2つ目が化合物で、こう正式名は非常に長いんですが、これがパクスロビドです。で、PDB では3文字表記で 4WI という名前で呼ばれる、これが分、化学構造ですね。こんな形をしています。あと水です。で、早速、立体構造を見てみようと思うんですが、それはこの右にあるメニューのこ
この非対称単位表示か生物学的単位表示はどっちかを選んでいただきます。で、今回は化合物に注目したいので、非対称単位、小さい方のやつを選んでると、これパッと表示されて、これがモルミルです。すごくブラウザ内人はすごく起動が早くて、きれいに表示されます。で、マウスの使い方を一応念のため言っておくと、まず分子の回転は左、マウスの左ボタンでドラッグすればこう回転します。で、変身は、中ボタンでドラッグするか、それか、シフトキーを押しながら左ボタンで変身します。で、ズームイン、ズームアウトは、右ボタンでドラッグするか、それか、中ボタンのホイールをクリックすれば、ロールすれば、で、ズームイン、ズームアウトができると。で、それで、残機名とか原子名、この原子は何かなとか知りたい場合は、原子名をこうクリックすると、下にこの場合は 4WI という化合物の C20 という原子だというかあると。で、タンパク質をこれクリックすると、これがプロリーノ132だということが分かるようになっています。それで、モルミルの基本的なインターフェースはちょっと分かりにくいんですが、3つ重要な、メニューがあります。1つはこの3本線になっているところと、あとこの三角が3つ書いてあるところと、あとこの下のこの三角ですね。で、ここが、ファイル入出力とか全般的な設定をするようなメニューがこの3本線のところです。で、この3つ三角が書いてあるところっていうのは、これ分子ごとの設定をするときのメニューです。で、あと最後のこの小さなところが、これがコマンドラインを入力するところで、より細かい指定をして表示を変えたいときにここを使うというふうに、この3つのメニューを使って操作をするようになっています。で、まずじゃあ分子メニューを見てですね、どんなふうな分子なのかっていうのをちょっと見ながら表示を変えていきたいと思います。で、ここをクリックするとまず PDBID が出るんですが、この PDBID を、マウスの左ボタンでクリックすると、この中の構成分子が出ます。この A と B とか出てきて、A をさらにクリックすると、アミノ酸がバーッと並んでくるので、この A っていうのがこのタンパク質なんだなということがわかります。で、B の方をクリックすると、4WI と出てきて、これがこの、阻害剤ですね、パクスロビド。を表しているということが分かります。で、A を、この右クリックすると表示のメニューが出てきますので、これでディスプレイを例えば Cα トレースってやると表示が変わります。で、同じように、これを今原子各原子を空間重点で表示したいと場合はディスプレイでアミノアシッドを選んでスペースフィルってやるとこういうふうに空間重点になるという感じになります。で、これをもう一度カートゥーンに戻して、例えば色を変える場合は、カラーで、例えば二次構造ごとの色分けにしたストラクチャーって選ぶと、ヘリックスがマジェンタ、シートが黄色で表示されるというふうになります。で、同じような感じで化合物だけを空間重点で表した場合は、B を選んで、4WI を選んで、それでディスプレイでアミノアシッド、スペースフィルってやると、化合物が空間重点になると。で、同じような感じで、あるアミノ酸だけ空間重点したい場合は、例えばフェニュラニン8だけを選んで、ディスプレイでアミノアシッド、空間重、スペースフィルってやると、このフェニュラニン8だけがこう空間重点になるという。こんなようなインターフェースになっています。で、それで、もうちょっと生物学的に意味があることをやってみようかと思うんですが、このタンパク質の活性部位をちょっと見てみたいと。そうすると、こう対応するユニプロットを見ると、アクトサイトって活性部位のアノテーションがあって、それはヒチジンの41番とシスティンの145番だということがわかります。で、これの立体構造上の位置を確認したい。で、もう一つは、オミクロン株は非常に多数の変異が入っていることが有名なんですが、多くの変異はスパイクに入っているんですけれども、実はこの C3C ライクプロテアーゼ NSP5 が別名なんですが、の132番のプロリンがヒチジンに変わるという変異が入っています。で、これの立体構造上の位置を見てみて、変異による機能の影響を考えてみたいということです。で、このさ、ヒチジン41、システン145、プロリン132というのの位置を、調べて、それでスティック表示にしてみようというのをやってみたいと思います。これがデフォルトの状態で、で、この身分子メニューを選んで、このエーサーを選んで、それでまずヒチジンの41を探します。というのは、ここですね。これを選んで、で、これでディスプレイでアミノアシッドでスティックを選びます。そうするとここが表示されますね。
同じようにシステインの145というのを選びます。これですね。でディスプレイでアミノアシッドでスティックであるとここが選択されて、で最後に、変異部位のプロリン132っていうのはここですね。これを選んでディスプレイのアミノアシッドスティックであるとこうなります。でこれで見るとまずシチズン41はこの阻害剤の部位に非常に近いと、まあ、いかにも活性部位という感じになります。でシティの145っていうのはこれは実は、阻害剤と直接、共有結合しています。このパクスロビドっていうのは共有結合型の阻害剤というか新しいタイプの阻害剤だということが分かります。でオミクロンの変異部位プロリンの132というのはここで、まあ、この活性部位や阻害剤の結合部位からはかなり、一定の距離があるので直接の影響はないだろうというふうに期待されると。ただ間接的には、影響するのかもしれない。そこはちょっと実験してみた方がいいのかもしれませんが、直接の影響はないだろうと期待できると、そういうことが分かります。最後により細かい設定をコマンドラインからやってみようというのを少し最後に終わりたいと思います。まずリガンド周辺の原子を強調して表示したいというときはちょっとメニューだけでやるのは難しいのでコマンドを打つ必要があります。でそれをやってみましょう。でコマンドはこの右下の左下の三角を押してここにコマンドラインで打つことになります。でまず全部の表示を消します。ハイドカートゥーンボールってやるとカートゥーンが消えます。でハイドボールスティックオールってやるとボールスティックが消えて、それでショースティックスバイレス、ここちょっとややこしいのか、レス N4WI アラウンド5ってやると、これは4WI という化合物のゴーングストローム以外にあるものを、残機単位で選択してでそれをスティック表示にするというそういうコマンドです。でやるとこうなります。でこれだと、4WI がどれだか分からないので 4WI をちょっと強調するために小ボールスティック、レス N4WI でやります。そうすると、こんな表示になります。これが 4WI で、この周りのやつがその結合に関与しているタンパク質の原子です。で、原子番号をちゃんと知るためにラベルをつけます。で、ラベルバイレス、ちょっとこれコマンド長くて恐縮なんですが、ゴーングストローム以内にある残機を選んで、それの Cα に、残機名と残機番号のラベルをつけるっていうのはこういうコマンドになります。でやるとこういうふうになって、でこれで全部表示されますね。で7時の41活性部位が近いのと、指定の145がこう共有結合していると、まあ、それ以外にもいろんなアミノ酸関与して、例えばグルタミンの166っていうのは、主鎖で、パクスロビドと2箇所で共有結合しているということが、これで見て取ることができるということになります。でこんなふうにモルミルは結構高機能で、モルミルのコマンドはパイモルのコマンドに準拠して作られているんですが、パイモルとちょっといろいろ違うところがあってですね、このポイントを2点だけ強調しておきます。でパイモルだとですね、例えばハイドカートゥーンって打つとカートゥーンが消えるんですけれども、モルミルだとハイドカートゥーンって打っても何も起きません。でハイドカートゥーンカンマオールってこの、濃度原子を排除するかっていうちゃんと限定子をつけないといけないということ。で、あと、パイモルだとカラーレッドオールってやると全部赤になるんですが、モルミルだとこれも何も起きません。で、モルミルだと、原子の色を決めるコマンドはカラーで、カートゥーンの色を決めるコマンドはカートゥーンカラーになっています。だからカートゥーンの色を変えたい場合はカートゥーンカラーレッドオールと打つ必要があると。これもちょっとパイモルと違う点なのでご留意ください。モルミルのコマンドの主要な、まあ、選択するコマンドですね、こう色主要なものがありましたので、まあオール以外に例えばチェインとかレス N が残機名、ネームが原子名、シンボルが元素名、レス I が残機番号とかですね、こういう指定子があってこう例も書いてありますので、これを参考に見てください。実行コマンドはこんな感じです。で、ショーっていうのは、ショースフェアズってやると、旧モデルの表示、ハイドスフェアで旧モデルの表示。スピアーズ以外に、ラインズとかスティックス、ボールスティック、カートゥーン、バックボーン、CI、トレースですね。
とかいろんなものをここに入れ替えることができます。まあ、こんな感じで大抵のことは一応できるんじゃないかと思います。それからモルミルが優れている点の一つとして、ウェブブラウザーの、で開発されているので、ウェブアドレスを書けばそれで立体構造を表示することができます。例えばこのアドレスですね、httpdug.mormil2@fetch7rfw ってやって、このアドレス自体をブラウザーのアドレスのところに入れると、もう構造がパッと表示されるということになります。これは例えば、メールとかSNS とかで、この立体構造を見てほしいというふうなときに、このアドレスを書いておけば他の人もこのアドレスをクリックすればこれが見えると。で、同じようにこの後ろにコマンドを書き加えれば、例えばこの場合だと、4wi っていうリガンドをスペースフィル、スペアーズで表すという、これを小スペアーズレセンという指示であるんですが、そうすると、ちゃんとこの、阻害剤がスペースフィルになった状態を、再現するようなことが1行で書けると。で、これをメールで、研究者の仲間に送れば、みんなこの表示を見ることができると。これは意外に便利な機能です。それから皆さんの中に、自分たちの研究室のウェブページに自分たちが決めた構造の、分子の絵が出るようにしたいと、そういうページを作ってみたいという方がもしいらっしゃいましたら、モルミルはそれに対応するのも簡単です。で、これが一番簡単な、シンプルなサンプルプロ HTML のファイルを書いてみたんですが、このぐらいの行数でこの、ウェブページの真ん中にこの構造が表示されるようなことができます。この、ロード PDB に PDB コードを入れて、でコマンドラインでどういうふうに表示するかをここに書いてやれれば、その通りにこう出ると。こういうのがこのくらいの行数で書きます。さらにちょっと凝ったプログラムとして、このボタンをつけてボタンを押す と、リガンドだけが表示されるようにするとかっていうのも比較的簡単に書けて、このくらい書き加えることでこのボタンを押すとリガンドがスペースフィルになるというのも書けるようになっています。まあ、こういうのを作ってみたいという方がいましたら、ぜひ参考にしてください。それからモルミルを活用した例の一つとして、 PDBJ では一般の方向けのコロナウイルスの構造を解説したページというのを作りました。このアドレスを見てください。そうするとこれが開いて、これ全部モルミルで作られたコロナ関係のタンパク質の立体構造とその説明が表示されるようになっています。で、この説明動画も YouTube にもありましたので、興味がある方は見てみてください。はい、そうしましたら次に、アミノ酸配列からの 3D モデリングについてのお話をしたいと思います。主にホモコスという PDBJ のサービスを使いますが、最後にちょっとアルファフォールド2についてもコメントしたいと思います。まず、そのアミノ酸配列から 3D モデリングをする、まあ、いわゆる立体構造予測なんですが、それのアプローチが2つ大きくアプローチがありますので、それの説明をしたいと思います。で、1つは、鋳型を使う方法ですね。ホモロジーモデリング法とか、比較モデリング法とか、テンプレートベース予測法、鋳型ベース予測法という方法です。で、これは、PDB のデータベースの中の、比較的予測したいアミノ酸が取る一体項に近いと思われるものをベースにして、それを修正することで予測していくっていう、そういうアプローチです。で、もう一つは、鋳型を使わないアプローチがあって、それは非経験的予測法とか、アビニュー仕様予測法、あるいはデノボ予測法って言います。で、これは、まあ、鋳型構造を基本的には使わないで、まあ、物理科学的な原理に基づいて立体構造をビルドしていくという、そういうスタイルです。で、どちらも一長一短があって、鋳型ベースの予測というのは、まあ、とにかく鋳型構造がないといけない。鋳型構造が見つからないと全然予測ができないということがあります。ただ、鋳型があれば、計算量は少ないですし、予測精度もいい鋳型があれば高いです。で、デノボ予測法はそれの逆で、鋳型立体構造は不要なので、どんなタンパク質にも適用できるんですが、計算量は一般に多くて、で特にやはり良い高い精度よりには、かなり膨大な計算量を投下する必要があると言われています。で、それで、でこれは実は今まで僕ずっとこういう2つの分類というので、授業とかを持ってきたんですけども、ここ1、2年に登場したアルファフォールド2、いわゆるロゼッタフォールドという深層学習を使った予測法は、実は、この2つの両方を同時に行うような感じになっているんですね。鋳型があればそれを使うけど、なければデノボで作ってしまうというふうになっていて、それで高い精度を上げているというふうになっている。これまた後で説明します。
で、ホモロジーモデリング、イガタベースの方法の大体の、段取りをもう一度説明すると、まず予測したいアミノ酸配列に対して似ているタンパク質が立体構造データベースにないかどうかを探してきます。で、これを、とりあえず最初のステップ1でフォールド認識と、便利というふうに呼びます。で、どうやってこの予測する対象の配列が、取りそうな立体構造を探してくるかというと、一番簡単な方法は、ブラストなどの普通のアミノ酸配列の相同性検索を使うことです。つまり、アミノ酸配列が似ていれば、立体構造も、立体構造の保存性が高いので似ているという原理を使うということになります。で、それ以外にも、サイブラストやハマーとこのプロフィール法やスレッディング法など、いろんな方法が、高感度の方法であるというのも提案されています。ホムコスが使っているのは、単純なブラストだけです。で、この鋳型構造、テンプレート構造が見つかったら、その鋳型構造とそのアライメントを使ってアミノ酸配列を入れ替えていきますね。で、それでその際に、息差原子を入れ、もうビルドし直す必要があるし、もし挿入されたアミノ酸、あるいは削除されたアミノ酸があったら、その部分も作ってあげて、ちゃんとついつまが合うように作り直さなきゃいけないんですね。で、この部分を、とりあえずモデリングと呼んで、で、このモデリングにはもう専用のソフトがあって、多分一番よく使われているのは、モデラーというソフトと、あとスイスモデル。他にも、米価のグループのゼッタ CM、コンパラティブモデルのゼッタ CM とか、3D ジグソーとか、いろんなプログラムがこの作業をするのに作られています。鋳型ベースの立体構造予測の場合、予測したい配列とその鋳型のタンパク質でどのくらい配列が似ていたかによって、おのずとその予測精度が決まってしまいます。それを示したのがこのスライドです。で、これはチオレドキシンというタンパク質に対して、鋳型ベースの予測構造が青で、正解構造が赤で示しています。で、これは鋳型としてシークエンサー演点が 86.5% の構造を使った場合、そうすると、この青と赤が極めてよく一致、リボン図でも一致しているし、この原子レベルで見てもかなりよく息差まで向きが合っています。RMSD は示唆だけだと0.64で非常によく当たっているということが言えると思います。で、それが鋳型をシークエンス相手が 52.5% の構造にした場合は、リボン図ではそれほどはずれていないんですが、全電子で見ると結構息差の構造が変わっているし、示唆も部分的にこうずれていることが分かりますね。で、さらにシークエンス相手が下がって25.3%の構造を鋳型にした場合は、このリボン図で見ても、このヘリクスの巻きの部分のずれが無視できなくなっています。で、全電子で見ると大きく構造が決まっている部分もあるし、このトリフトファンのところは合ってますけど、あとはほとんどずれちゃってるということがわかると思います。で、このように、鋳型ベースの構造予測をする場合は、どのくらい配列、その予測したいタンパク質の配列と鋳型構造が似ているかによって、おのずと予測精度を推察することができるというふうに言えると思います。鋳型ベースの、ホモロジーモデルの時に、鋳型をブラストで探した場合には、だいたいシークエンス相手が25%ぐらいのものまでしか発見できないんですが、実際に PDB データベースを見ると、もっと配列が似てない場合でも似た構造がある場合があるというのを知られています。例えば、このヘモグロビンのアルファーサは、この2枚以外のグロビンのタンパク質とシークエンスが17%ぐらい似ているんですが、立体構造はかなりよく似ていると。また、E. コーライのヘモグロビンライクなタンパク質ともシークエンスが17%ぐらいなんですが、構造はかなり似ていると。で、この2つはプロフィール法、サイブラストとかのプロフィール法で発見することができると。で、配列では見つからないようなもっと遠縁のホモログ、例えば、フィコシアニンとかですね、とヘモグロビンというのは、もうシークエンスが10%ぐらいになるんですが、それでも似ている場合があるということで、このブラスト以外の、より高感度な方法で鋳型を探すというのも、よりたくさんの構造を予測するための方向性の一つとして、いろいろ試みられています。それで、こうした鋳型ベースの構造予測の技法を使って、ゲノム中のタンパク質のどのくらいの割合がモデリングできるのだろうかというのを調べてみたのがこのグラフです。で、これはちょっと古いんですが、2019年8月7日時点、つまり、今から2年ちょっと前ですね、ぐらいの結果です。で、大腸菌と人について、ユニプロットに入っている、
大腸菌の4519個のタンパク質と人は2431個のタンパク質について調べていました。でこちらがタンパク質単位の統計で、こちらがアミノ酸単位の統計です。で赤い部分が、もうその構造が決まっていると、100つまりシークエンスアイデンティティの鋳型があったということですね。部分で、ピンクの部分がブラストで、ホモログがあってモデリングが可能だというふうに認識されたものです。でこれで見るとですね、タンパク質単位の統計だと、大体 30% か 40% ぐらいが大腸菌も人も、そのもののタンパク質が決まっていて、ホモロジーモデリングを使うことによって 70% ぐらいのものはとりあえず部分的にでも予測ができるということが分かります。ただこれはアミノ酸単位で統計を取ると大腸菌ではあまり変わらないんですが、人だと、ずいぶん割合が下がってきます。そのものが決まっているのが 15% ぐらいで、ホモロジーモデリングをしても 45% ぐらいのものしか人は決まらないと。でその代わりに何が増えてきたかというと、この、TM って書いてあるのが、マッカン2ヘリックスを持っているマクタンパクの部分ですね。で DO って書いてあるのはディスオーダーで、これは天然変性領域、つまり、1位に形が決まらないと。生理条件下でもずっとフラフラしているようなタンパク質を、DO と書いています。で人のアミノ酸単位で見るとこのディスオーダーの部分が無視できないぐらい 25% か 30% 近くものが入ってくるというふうになると、こういう状況です。でこの、この灰色の部分は、まだこれから決まる可能性があるものです。ディスオーダーでもなく、マッカタンパクでもないので実験的にやるはまだ決まる可能性がある部分ですが、この DO の部分は例えばアルファホールド2という最新のプログラムを使ってもこの部分はもうどうにもならないと。で後で示すようにアルファホールド2はこの部分を結構ちゃんと予測してきているので、それがすごいんですけれども、これまた後で説明します。なので、一応分かっていただきたいのはホモロジーモデリングのツールを使うと、タンパク質単位では7割ぐらい、アミノ酸単位でも人で 45% ぐらいは一応モデリングができるということは分かっていただきたいと思います。はい、でホモロジーモデリング法の使い方の留意点をもう一回確認しておきます。まず、鋳型構造の選択とアライメントで予測精度がほぼ決定されてしまいます。で先に示したように、よく似ている、配列が似ている鋳型構造があれば予測精度は高い。そうでなければどんどん下がっていくと、そういう傾向にあるということがわかります。あと、鋳型構造とアライメントされていない部分ですね。挿入部分、ループ部とか挿入部分。の予測精度っていうのは一般に下がってしまう。でこの部分は結局鋳型がないので、デノボ法的に一から構造をビルドする必要があるので、なかなか、きちっとして予測をするのが難しいということがあります。で鋳型ベースのモデリングっていうのは、今までタンパク質の単量体を想定したお話をしていましたが、実はタンパク質の複合体であるとか化合物タンパク質と複合体に関しても同じような考え方でモデリングを行うことができます。タンパク質の複合体の場合は、基地の複合体の立体構造を鋳型として、それを予測した配列2本ですねにそれぞれ置き換えてビルドすれば、予測立体構造、除去された複合体の立体構造ができるということになります。で化合物タンパク質の複合体も同じで、鋳型としてタンパク質とある化合物の複合体の構造があれば、予測したアミノ酸配列と予測したい化合物の構造を入力してアミノ酸配列を入れ替えて化合物を置き直せば、化合物タンパク質と複合体の構造も鋳型ベースで予測できるということになります。こうした鋳型ベースの予測を目指してですね、特に複合体立体構造の検索やホモロジーモデリングのためのサーバー、ホムコスというのを、我々は数年前から作って公開しています。で、アドレスはホムコスで Google 検索すればこうヒットします。で、いろんなサービスがあるんですが、例えば、タンパク質に、あるタンパク質を入力、アミノ酸配列を入力して、それの結合分子を検索してくるとか、あるいはある化合物構造を入力として、その化合物の結合をしているタンパク質を検索してくるとか、あるいは、ホモタリオ体、アミノ酸列を1つ入れてホモタリオ体をモデリングする。アミノ酸列を2本入れて、こういうヘテロの複合体を予測する。あるいは、アミノ酸配列と化合物構造を入れて、化合物タンパク質の複合体を予測すると。こうした機能がついています。
こうしたたくさんあるホモコスのメニューの中で、今回は一番最初のタンパク質に対する結合分子の検索をやっていきたいと思います。で、これはどういうサービスかというと、まずユーザーはアミノ酸配列1本を問い合わせ配列として指定します。そうするとホモコスサーバーは PDB に登録されたアミノ酸配列のデータベースに対してブラスト検索をかけます。そうすると、この問い合わせ配列と相当なタンパク質のリストが得られて、で、ホモコスサーバー内部にこれらのタンパク質とコンタクトしている分子の表というのを持っています。で、それで最終的にホモコスサーバーは問い合わせ配列と相当なタンパク質がコンタクトしている分子の一覧を出してきて、それがこの問い合わせ配列とコンタクトする分子の予測リストになると、こういった段取りになります。はい、それでは、ホモコスを用いた立体構造予測、結合分子予測の演習として、実際にブラウザを立ち上げてやってみたいと思います。で、今回対象とするタンパク質は、このユニプロット ID の ASAH1_human アシッドセラミダーゼというタンパク質に対して構造予測をしてみたいと思います。まあ、これがサイズ的にもちょうどいいので、このタンパク質を選ばさせていただきました。で、このタンパク質は、酸性セラミダーゼ、アシッドセラミダーゼというタンパク質で、このセラミドという部分から脂肪酸を切り出してスフィンゴシンを生成する酵素ということになっています。はい、それでは、私も、ブラウザを立ち上げて、実際にこのサービスを使って構造予測をしてみたいと思います。それではブラウザを立ち上げて演習を開始したいと思います。はい、ブラウザを立ち上げて、まず Google からホムコスと入力して、ホムコスサーバーにアクセスします。これですね。はい、これがホムコスのトップ画面です。先ほど説明したように5つのメニューがあります。で、これは今回はこの一番上のタンパク質に対する結合分子の検索をクリックしてください。で、タンパク質に対する結合分子の検索ではアミノ酸配列を指定する方法があります。で、いろんなやり方で指定できるんですが、まずユニプロットの ID を指定する方法と、アミノ酸配列を直接、コピー&ペーストで、入れる方法と、PDB-ID と GEN-ID の組み合わせを入れる方法と、PDB ファイルをアップロードする方法の、4つが用意されています。で、今回は、ユニプロットの ID を入れてください。先ほど説明したように、アシッドセラミダーゼ ASAH1_human と入力して、それでサーチをします。そうすると、検索が走って、こんなような画面が出てきます。これが基本的コンタクトバー表示と我々は呼んでいるんですが、こんな感じの画面が延々と続きます。どんなふうになっているかというと、基本的に、アミノ酸配列、今回のクエリー配列は395個のアミノ酸があるんですが、それがまあ横にこう並んでいると思ってください。で、最初のユニプロットフィーチャーテーブルズっていうセクションは、これは、ユニプロットに書いてある、アノテーション、フットノートがまとまって書いてあります。シグナル配列があって、で、ドメインがアルファとベータで2つあって、活性部位が143残機目で、あとディスオーダー予測を別個かけてあって、前半がちょっと16残機目がディスオーダーと予測されています。で、モノマーと書かれている領域は、この単量体の、ホモログが PDB にあったと。この場合 PDB-ID5U81 ってこういうふうにアライメントされて、シークエスアデッティブは 83.5% でした。で、この、赤い部分がアルファヘリックス、黄色がベータストランドで、灰色がコイルというふうになって、二次構造で色分けされています。で、あと、この下に続くのは、これ、ヘテロタンパク質複合体のホモログがあった場合ですね。で、それが、この赤い部分が、このバインディングサイトになります。はい、というのが並んでいた。あと同じように化合物ですね。化合物との複合体が取れている場合、どんな化合物が、どこのバインディングサイトになるのかというのがこう続いていた。あと、金属イオンというふうに続いてくるというふうになります。で、早速まず単量体の構造から見てみましょう。この5U81というのをクリックしてください。そうするとこういう画面が出てきて、JSMOL で、構造が表示されます。それで、これ表示されている構造っていうのは、これテンプレート構造と、シークエンスリプレイストモデルというのを選ぶことができます。
見かけは全く同じなんですが、ホムコスというのは、ホモロジーモデリングの実は、鋳型を選択するところまでしかやらなくて、それで、鋳型を選択した後、予測配列に配列を置き換えていく作業をしなきゃいけないんですが、その部分は、この簡易モデル、シークエンスリプレイスド 3D モデルということだけをやって、あとはご自分でやってくださいという立場になっています。で、このシークエンスリプレイスド 3D モデルというのは何かというと、鋳型の、アミノ酸配列を予測対象配列のアミノ酸配列に入れ替えてしまう。入れ替えるというのは、ちゃんと入れ替えるんじゃなくて、その名前だけを入れ替えると。あと、残機番号も入れ替えるというふうにして入れ替えたもの。だからこれ、かざして出てくるこの残機番号っていうのは、ちゃんと予測対象配列の残機番号で、アミノ酸になってるんだけれども、ちゃんと速鎖はビルドされていないということになります。まあ、これでも、残機の位置はちゃんとわかりますし、大体の様子をつかむには十分だということになると。で、ここをクリックすると、このシークエンスリプレイスド 3D モデルを PDB 形式でダウンロードできるし、テンプレートもダウンロードできます。で、それで、もっとちゃんとモデリングしたいという方はですね、このモデラースクリプトというのを押していただいて、見ると、そうすると、モデラーが実行されるのではなくて、モデラーを実行するのに必要な3つのファイルをダウンロードすることができます。で、それで、もし皆さんが、パソコンにモデラーをインストールしてあれば、このコマンドで、ちゃんとしたホモロジーモデルを作ることができるということになります。で、これなんでこういうふうな形にしてるかっていうと、実はモデラーっていうのはアカデミックフリーなんですが、アカデミックじゃない人はフリーじゃないソフトウェアなんですね。なので、こういうふうにウェブサーバーで誰もが使えるようなところにモデラーを入れるっていうのはちょっと問題があるので、それでこんなふうな形にさせていただいています。ちゃんと、モデリングをしたい方はモデラーをインストールして、このホームコースのページを利用してモデリングしてみてください。はい、ということです。で、それで、今これ単量体の構造ですね。で、これはシークエンスリプレイスモデルで、かなり似ている鋳型なんですが、でもところどころアミノ酸配列が違っているということが、このアライメントから分かると思います。で、それで今度は化合物の複合体を見ていただきたいんですが、化合物のところはこのコンパウンドというところに化合物の複合体の一覧が並んでいて、で、最初ナグがいっぱいあって、これは修飾される等修飾されるものなので、あまり面白くないので、この JRY というのを選んでみましょう。これが基質に近い分子です。基質のセラミドってやつですね。この 6MHM というのをクリックしてください。そうすると、この JRY っていうこの分子です。細長い分子ですね。ちょっとセラミドとかに彷彿とさせるような分子が結合した構造が表示されて、で、これも同じようにシークエンスリプレイスモデルが化合物付きでダウンロードすることができます。で、ここで、トグルでオンオフができて、それでバインディングサイトも一応ちゃんと同定することができます。これもちゃんと予測対象配列のアミノ酸の番号と、残機名に入れ替えて表示することができるということです。で、それで、あと便利な機能としてですね、各アミノ酸の部位ごとに、どういうふうな構造上の特徴があるかと一覧で見たいという要望に応えるために作ったのがサイトテーブルというのがあります。これをクリックしてください。そうすると、こういう表が得られて、これは、先ほどのコンタクトバー表示と元にしているデータは全く同じなんですが、見せ方が違っていて、各1行1サイトで、構造などの特徴がサマリーになっています。で、何が書いてあるかっていうと、残機番号と、残機名と、あとセカンダリストラクチャ、二次構造と埋もれ度ですね、溶媒露出度と、あと結合部位になっている場合は、どんな分子の結合部位になっているかっていうのを簡単な一覧と、あと中でマルチパライメントを簡単に作ってあって、マルチパライメント上、そのサイトに出てくるアミノ酸の種類っていうのが並んでいます。で、あとユニプロットのアノテーションとかも書いてありますね。で、例えばこの143番目ユニプロットでアクトサイトで、これは活性部位になっているということが、示されて重要で、それで、複合体もこのコンパウンド、化合物の WTF とか HGA とか GRY とかっていうのが、ここにバインドする複合体があるということが分かります。
で、それで、ユニプロットには、バライアントって変異体の情報もちょっと入っていて、例えばこの138番目は E から V のバライアントがこの病気の原因になっているというふうにオミームに書いてあるということが、アノテーションに書いてあると。で、各 V ごとのサマリーは、ここを例えば138をクリックすると、こういう、表示が得られて、138番目はどんな特徴を持っているかというのが分かると。で、アライメントを見ると、こんなふうな、になっていて、この部位にはほとんどグルタミン酸なんですが、1箇所だけアスパラギン酸が出てくるということで、それ以外のアミノ酸に変化した場合、例えばバレーに変化した場合は、すごくいや、多分機能上問題になるんじゃないかということが彷彿とされるということです。で、それで、この138番目をバイニングサイトとしている、例えばこのコンパウンド I3C っていうのをこうクリックすると、同じように構造が出るんですね。この部分が、これが138番目のグルタミン酸ですね。で、この分子、I3C というのと明らかにコンタクトしていて、これが置換されると、この分子はつきにくくなるだろうということが、推察できるということになります。で、あと便利な機能としては、このユニプロットに書かれているバライアントに関するサマリーというのが、このバライアントというこのボタンを押すと、それが生成されます。で、こんな感じで、こういろんな病気のタイプのことにまとまっていて、例えば、このファーバーリポグラヌロマトーシスという病気に関連するサイトは14個あって、それぞれがこんなような構造上の特徴を持っているということのサマリーが表示されます。ここでアシッドセラミダーゼのユニプロットに書いてある変異体のサマリのページについてもう少し説明したいと思います。で、アシッドセラミダーゼにはユニプロットにこのように、カテゴリー、この2つの変異体、14個の変異体、7個の変異体に分類してかれていて、この2つの変異体はこの長い名前の病気ですね。スピナルマスキュラーアトロフィー・ウィズ・プログレッシブ・マイオ・クロニック・エピルスピシーという病気が2個で、で、14個の変異体はファーバーリポグラヌーロマトーシスという病気に関連すると書かれていて、で、最後のこう7個の変異体に関しては LB スラッシュ B、ライクリービナインオアビナインということで、中立的で、特に病気とは関連のない、変異というのが7個あるというふうにユニポートにアノテーションされています。で、それが構造上どういう特徴を持っているかというのを、これまとめてサマリーになっているんですが、まずバリットはエクスポーズドと書いてあって、溶媒に露出しているか、あるいは溶媒から埋もれてタンパク質内部にあるかというのが、タンパク質全体だとこのように埋もれてるが57%で、エクスポーズが42%という割合なんですが、この14個の病気に関する変異体は明らかにこの埋もれてるものが多いと。で、このライクリービナインの方は、やはりそれほど多くはないという傾向があります。で、あと、この病気に関するものは、このヘテロタンパク質の複合体の解明に来やすい。で、化合物との結合部位になりやすい。と、あとメタルですね、何らかの金属の結合部位になりやすいという傾向があります。あと、この最後に書かれているのは N フレック A バライアント0%っていうのは、これはそのサイトのマルチパラアライメントを作った時に、変異先のアミノ酸が一度も出てこない場合が非常に多いということになります。86%がそうだということになります。それで、こうした、病気の原因のアミノ酸変異についての、一般的な、経験的な法則性というのをまとめると、こんなふうになるんですが、まず基本的に、埋もれている部位、溶媒露出度が小さい部位に変異が入ると、構造全体が不安定になって、その変異部位が活性部位に近くても、遠くてもですね、同じように構造が、ホールドした構造がほどけやすくなってしまうということになります。それで、タンパク質全体の機能を失活しやすいという、こういう傾向がまず見て取れます。で、あともう一つは、マルチパラアライメントから得られる情報で、相同タンパク質群で換算するアミノ酸の割合が小さいアミノ酸に変異した場合、機能を失いやすい。これは当然のことなんですが、ホモログが、あるアミノ酸に変異した場合というのは、そのホモログはそれで機能しているわけですから、天然のタンパクになるわけですね。で、そういった天然のタンパクでは見られないような変異があった場合には、機能が、
死活しやすいという、これは非常に強力な、この2つのルールがかなり強力な経験則となります。で、当然のことながら、活性部位に変異が入ったり、SS 結合の脂質A に変異が入ったり、TIS 結合部位に変異が入ったり、DNA 結合部位に変異が入ったりとかすると、当然その機能は失活します。で、だからそれも当然病気の原因となりうるんですが、ただ病気というふうに考えると、こういうふうに完全に失活する変異を持った個体というのはリーサルで死んでしまうので、実際の集団の中には残りにくいんですね。なので、集団で見られるスニップに対してアノテーションをしようとする場合は、実はこの3番目のルールはそんなに強力に働かないということになります。でそれで、これちょっと前のデータなんですが、2016年、もう5年以上前のデータなんですけれども、そのこうしたユニプロットの書かれている、バライアントの情報で、病気に関係あるものと関係ないものを調べて、それが構造上、あるいはアミノ酸配列のシークエンスの特徴とどういう関連があるかというのを、全体で調べた結果、これです。でこれ、エンリッチメントということで、これが1より大きいほど病気になる可能性が高いということなんですが、これで見るとやはりフィーチャーテーブルに書いてあるディスルフィド、SS 結合であるとか、アクティブサイトとか、ニュクリオチドのバインディングの部分とか、メトロのバインディングとかがすごくエンリッチメントが高いという傾向になります。あるいはこの相互作用部位の、同じようにですね、化合物がつく部位とかっていうのはエンリッチメントが 1.2 とかになるので高いと。あと、溶媒量質が低いところ、あるいは変異先のアミノ酸の確率が低い場合、頻度が低い場合というのも高くなると。ただ、これ、エンリッチメントで、実際にこういう変異がたくさんあるというわけではないんですね。でそれが次のグラフで示されています。でこれは相関係数、点相関係数といって、その病気に関連ある変異と関連ない変異というのを見分けるための相関係数として見たらどうなるかということ。つまり、あんまりそもそも、現れないような特徴量であれば、それがいかにエンリッチメントが高くても、予測のための特徴量としてはあんまり有効じゃないんですね。で、この相関係数で見ると、圧倒的にこのアミノ酸の変異確率が低い部分というのを注目したときと、溶媒量質が、低い部分に変異が入るというのに注目したときが、相関係数が高くなります。で、アクティブサイトとか相互作用部位っていうのは、相関係数は0ではなくて1以上になるんですが、いかんせんあんまりこの数が少ないので、その予測のための特徴量としては あんまり有用じゃないという、そんなような傾向になってきます。それでは、ホムコスの話題はここまでにしまして、最後に最新の立体構造プログラム、アルファフォールド2について簡単に説明したいと思います。でアルファフォールド2は事前のアンケートでも、アルファフォールド2について知りたいという方が何人かいらっしゃったので、これは PDBJ の開発したものではないんですが、急遽トピックとして取り入れることにいたしました。でまず経緯なんですけれども、開発したのは大学とかアカデミックの研究機関ではなくて、ディープマインド社という Google 系列の会社が開発したというものです。でそれが2020年の立体構造予測コンテスト CASP14 で非常な好成績を残して、業界内で話題になったと。でその後、その次の年2021年の7月に、企業が開発したプログラムだから手法の詳細とかは公開されないんじゃないかと思われてたんですが、ネイチャーにものすごく詳しく62ページのサプリメンタリーインフォメーションをついた長い手法の解説の論文が出ました。で同時に、このアルファフォールド2のプログラムのソースも一般公開されて、また、EBI というヨーロッパのバイオインフォマティクスの研究所から、アルファフォールドによる予測構図を集めたアルファフォールド DB というのがやはり去年の7月に公開されたんですね。で、この3つが同時に起きたことで、業界外の人にも衝撃を与えてですね、非常に高精度の予測プログラムが、自由に使うことができるようになったという、そういうふうな、嵐が吹き荒れたわけですね。で、それで、確かに非常に高精度で、後で説明してますけれども、基本的にはテンプレートベースでもあるんですが、テンプレートがない場合でも非常な高精度で予測されます。で、また最新版では、タンパク質多様体の予測も対応していて、で膜タンパクや人工設計タンパク質は苦手とも言われているんですけれども、でも実際にやってみると結構それなりに予測されます。
それで、アルファフォールド2の手法なんですけれども、で、これは非常に複雑で、私も完全に説明できる自信はないんですが、一応論文を斜め読んだ限り分かることを簡単に説明します。で、まず、これは基本的なアーキテクチャは深層学習によるニューラルネットワークできてるんですが、その中でも、アテンション機構付きトランスフォーマーっていう最新のアーキテクチャを使ってるんですね。で、これは皆さんも使ったことがあるかもと思うんですが、Google 翻訳で、使われているアーキテクチャで、やはり Google のグループが提案した方法です。で、それを、そのままのアイデアをかなり流用して使っています。つまり自動翻訳で使われているディープラーニングのモデルを、使って、タンパク質の立体構造予測をしているということです。で、それで、これが情報の流れなんですが、ニューラルネットワークが開始するのはここからで、その前に、実は2つ、データベース検索をしています。で、それはまず、通常の配列データベースに検索をして、かなり長大なマルチプルシークエンスアライメントを作ることをします。で、それから、ストラクチャーデータベースサーチと書いてあって、これは PDB の鋳型検索のも、行って、それら2つをニューラルネットワークの入力とするというふうになっています。それで、ニューラルネットワークの部分は、このエボトランスフォーマーという部分と、ストラクチャーモジュールという2つの部分に分かれていて、で、このエボトランスフォーマーというのは、このマルチパラアライメントとテンプレートの構造を入力として、どの残機とどの残機が近いかというペアリプレゼンテーションという部分と、あと各残機の構造の特徴、シングルリプレゼンテーションというの、この2つを生成します。で、これを元にして、ストラクチャーモジュールというニューラルネットワークにそれが入力されて、最終的には各原子の XYZ 座標がニューラルネットワークから出力されるというふうになっています。で、その後、その一旦予測した構造をもう一度戻して、予測を繰り返すっていうリサイクリングっていう作業をします。これによって精度が改善されるというふうに言われています。で、それで、先ほども言ったように、鋳型構造は、それほど重要ではないと主張、論文でもされていて、ここがなくてもそれほど精度は落ちないと言われている。だから、これはアルファフォールド2というのは鋳型ベースの予測ではあるんだけれども、デノボ法としての趣が強いという手法であるということが分かります。で、従来の方法であれば、この二次構造予測とか共振荷を利用したコンタクトマップ予測とか、局所構造予測とか、それをもとにした原子の座標生成とかっていうのが、それぞれバラバラのプログラムで行われるんですが、アルファフォールド2の場合は、それが全部一体の一連の流れとしてニューラルネットワークの中に組み込まれているという、そういう構造になっています。で、その部分がやはり業界としては衝撃的で、あるいは画期的であって、つまり従来の立体構造予測っていうのは、基本的にはエネルギーという言葉を使った物理学的な背景であったり、あるいは確率という概念を使った統計的推定という文脈で語られることが多かったんですが、アルファフォールド2の場合には、この主要な部分にはエネルギーも確率も出てこないんですね。ひたすらニューラルネットワークで正解に合うようにウェイトがフィッティングされていくということだけで予測がされていくと、そういう仕掛けになっているということになります。で、それでアルファフォールド2を使うためには、今のところ3通りの方法があって、一番簡単なのは、アルファフォールド DB っていう、もう予測済みの構造を集めたウェブサーバーが公開されています。で、これはヨーロッパの EBI という研究機関と共同で、作ったものです。ディープマインド社と EBI が共同で作ったデータベースがあって、で、これでユニプロットに入っている人の全タンパク質の予測構造は簡単にダウンロードできます。PDB 形式や MMSIF 形式でダウンロードすることができると。で、それ以外にも主要なモデルタイプのタンパク質は入っていると。ということです。ただ、単量体の構造のみで、タンパク質の多量体とか核酸や低分子の化合物などは含まれていない。残念ながら含まれていないということです。で、これに入っていない、タンパク質の構造を予測したい場合は、次の2つがやらなきゃいけないんです。これからだんだん難しくなってくるんですが、1つはウェブサーバーが立ち上がっていて、コラブっていう Google の、サービスがあるんですけれども、で、それのこのサイトに行くと、アルファフォールドというプログラムを Google の計算資源を利用して予測することができるということです。ただ、これは無料のサービスなので、で、この場合だと、タンパク質の多様性の予測も可能なようにインターフェースができています。ただ、無料のサービスなので、計算
使える計算量に制限があって、タンパク質の長さとか、あるいは予測の、計算の深さ自体に、制限があるというふうなことを言います。だから例えば、スパイクタンパク質とか、1200アミノ酸を超えるようなものを予測しようとすると、計算できませんってエラーが出ちゃう。でそれで、どんなタンパク質、大きなタンパク質でも何でも予測したいという場合は、予測プログラムをダウンロードして使うことも可能です、インストールして。ただ、これは結構いろいろ問題が多くて、まず計算資源はそこそこのものがあります。CPU だけでも、一応動作はするんですが、最後の段階は GPU があった方が早い。あと、もともとマルチプルアライメントをかなり厚く作る必要があって、そのためにかなり大きな配列データベースをダウンロードしなければ動かないということです。あとは、これは特に開発者側として問題になってくるんですが、予測はできるんですが、なんか自分がもう一度学習し直してみたい、ニューラルネットワークをもう一度自分たちが都合のいいようなタンパク質に特化して学習させてみたいというと、学習計算はできないようになっています。で、あとは、もともとこれは、アカデミックな連中が作ったんじゃなくて、コマーシャルな文化で作られたものなので、プログラムのソース自体はオープンなんですけど、そのプログラムを動かすためのパラメータセットは、オープンじゃないんですね。商用利用は禁止となっているので、ここはちょっと微妙なところで、アルファフォールド2のプログラムを会社の人が使っていいのかどうかがちょっと微妙なラインになってきますね。少なくとも売ってはならないということにはなるんだと思います。はい。で、それで、アルファフォールド2の予測構造の見方、特にもアルファフォールド DB で表示されている場合の見方なんですけれども、一応ポイントが、3点やっぱあると思います。皆さんが自由に使ってくれていいと思うんですけれども、3点あります。で、1つは予測の信頼性スコアというのが2種類出ています。1つは PLDDT スコアというもので、これは各アミノ酸ごとに、書かれていて、ダウンロードした場合は、PDB や MFC ファイルの温度因子の欄にこのスコアが書かれます。でこれが信頼性が高いほど、高くなって、低いほど低くなってくるというスコアで、後でお見せしますけど、ウェブサーバーのビューアーだと、青い部分が信頼性が高くて、赤い部分が低いというふうに表示されます。でもう一つは、残機の相対位置の信頼性、プレディクティッドアラインドエラーというスコアが、これが、ウェブページの二次元マークとして表示されます。これも後で例をお見せしますけれども、特に人の長いタンパク質だと、別々のドメインが、離れたドメインが別々の鋳型で予測されるけれども、そのドメイン間の配置は今一つよくわからないという場合が結構あるんですね。でそうした場合は、そのドメイン内の残機の相対位置は信頼が起きるけれども、ドメイン間の配置は、信頼性が下がっているんですね。でそれを明示的に示すということになります。であと3つ目の大事なのは、前半何回か、申し上げたんですけれども、特に人のタンパク質には天然変性領域といって、そもそも立体構造が1位に決まらない部分というのがかなりあります。多数 25% ぐらいの皆さんがそうなっています。でそうした部分は、アルファフォールド2はその部分をきちんと天然変性領域であるということを、この PLDT スコアが低い部分が天然変性領域になるらしいんですね、自動的に。でそういった部分は、もう無理に構造は決めないで、エクステンドの非常に長く伸びた構造を便宜的に出力してきます。で、これはあくまで便宜的に出力したものなので、これを真に受けてはならないと。で、この、だから、ウェブで見たときに、赤くてぐるぐるっと伸びた構造があったら、それは、ディスオーダーなんだなと思って、無視するという、あまり真に受けないというのは、心がけていただきたいと思います。で、具体的な例を示したいと思います。あと3つ例を示そうと思うんですが、基本的にホムコスでどう見えたかと、アルファフォールド DB でどう見えたかというのを対比的に示していきたいと思います。まずこれ、典型的なディスオーダーを含むでマルチドメインの例で、ABL1 っていう、これ、がん遺伝子ですね、チロシンプロテインキナーゼ ABL1 というものがどうなっているかと。で、ホムコスで見るとですね、まず、これ、ディスオーダー予測をホムコスがかけてあって、1100アミノ酸ぐらいあるんですが、この真ん中のこの部分は完全ディスオーダーの部分が600残機ぐらい続きます。で、それ以外に、この N 末の部分に結構長いキナーゼドメインが決まっていて、あと C 末の部分にアルファヘリカルなドメインが決まっています。だから2つこの鋳型が使えるというふうになっています。なので、この部分とこの部分に関しては、ホムコスでは普通に予測っていうか、ほぼ100%の構造が決まっているので、構造が分かっていると。
で、これが、AlphaFoldDB ではどうなっているかというと、この、前半の N マツのキナーゼの部位の部分はここです。この青い部分です。青いってことは、これ信頼性が高いということになります。はい。で、この部分と、あとこの後半のこのヘリクス4本ですね。で、ここはここの部分、2型2つ目となります。で、それ以外の部分、この600残機ぐらいある、この延々と続くディスプレイ部分は、なんとなくこう結んでしまったと。こういうふうなふうになりますね。これが、この赤い部分が予測された天然変成領域の部分が延々と続いていると。で、なんかちょこちょことヘリクスがあったりするんですが、これが意味があるのかないのかあんまりよくわからなくて、多分意味がないと。なので、で、それで、プレディクテッドアラインエラーはこんなふうに出るんですが、これが、二次元のマトリックスで書かれていて、アミノ酸配列がこういうふうにこう並んでいて、これでわかるのは、この緑色の濃い部分、このドメイン内、キナーゼドメイン内と後半のこうアルファヘリカルのドメイン内の部分は信頼性が高いけれども、このドメインとこのドメインの相対値ですね、つまりここに相当する部分というのは信頼性がほとんどないので、この相対値は無視してくださいと。これは便宜的にこう置いただけで、あんまり当たってないんですよってことがわかるということです。なので、こんなふうな構造、ひょろひろっと伸びた赤い部分があったらディスオーダーで、そこは信用しちゃいけないんだなっていうことはちゃんと分かって使っていただきたいと思います。はい。で、これは、大体正解が分かっている上で、アルファフォールドはどうなるのかなって見たんですが、正解が分からない、本当に構造が分かってないタンパクでどうなっているのかなっていうのを見てみたので、それを2例、次にお見せします。次に、HHIP ヒューマン、ヘッジホッグインタラクティングプロテインというタンパク質の予測構造を見てみることにします。で、この場合、ホモコスで見ると、異型構造が2つ使えることが分かります。この N マツに、7PGK という PDB がヒットしてて、で、C マツに、3HO5 という PDB がヒットしています。で、それで、アルファホールド2の予測構造はこんな風になってて、この C マツの方がここで、N マツの方がこうなっています。で、N マツの方が色がちょっと赤っぽくて、信頼性が低くなっているというふうになっています。で、ここで、実は、この2つの PDB は公開された年月日が大きく違っていて、この C マツのこの部分は2009年、で、この N マツのこの部分は2021の12月、先月に公開されたものです。それで、アルファフォールド DB の、ファックを見るとですね、アルファフォールド DB で、異型構造の PDB は2021年2月15日のバージョンを使っていると書いてあるので、この 7PGK というこの N マツの異型は、アルファフォールド2は知らないで予測をしているということになります。なので、この部分がどのくらい、この 7PGK と合っているかということで、アルファフォールドの予測精度を評価できるんじゃないかと思って、この例を選んでみました。で、これが前兆構造で、これがアルファフォールド2の構造で、これが対応する2つの PDB の構造で、重ねるとこうなりますね。で、それで先ほど申し上げたように、アルファフォールド2はこの異型構造は知っています。知ってて多分使ってる。なので、ものすごく、この見ていて、この辺が、少し二次項の修正が入ってますけれども、この部分はほとんど同じになっていると。で、この部分はこの構造をアルファフォールド2は知らないんですね。知らないで予測している。それで、じゃあこの部分、N ターミナルの部分だけ取り出してきたときに、どのくらい合っているのかというのを調べたのが次のスライドです。で、このくらい合ってるんですね。これ、驚くほど合っています。2つの構造を重ねると、 RMSD が2オングストロームぐらいしかずれていなくて、で、これがアルファフォールド2の構造で、これは正解構造です。で、これが一切異型を使わないで、ここまで、当たるときは当たるということで。これ、サイブラストを使ってもこの鋳型は出てこないので、本当にこのデノボ的な発想でここまでビルドするというのは、本当に驚くべき精度だと思います。で、同じような例として、GP158 ヒューマン、これはプローバブル G プロテインカップルドレセプター158という、GPCR の一種で、あんまり機能が分かってないものですね。で、これもホモコスで見ると、たくさんホモログが決まっていて、この N マツの部分がかなり長く、600残機ぐらいまたディスオーダーリージョンがあります。で、それで、これ GPCR なんで、7回マッカン2型の、マクタンパク質なんですが、その7回マッカン2の部分っていうのは結構たくさんホモログが決まっています。ですが、この N マツのこのドメインも含んだホモログというのは、これも調べてみると、上位のこの 7EWF から 7SHF までは、2021年12月1日に PDB が公開されているということで、
このマッカンツヘリクスの部分は、鋳型があるんですが、この部分にやはり鋳型がないはずだということで、これで、予測精度が評価できるんじゃないかということになります。で、このアルファフォールド2の構造で、このいっぱいこう、細長くバーッと伸びている部分はこの実相談の部分ですね。で、この部分が、7回型のマッカンツヘリクス部分で、この部分が、ソリューブルドメインであるということです。で、主にこのソリューブルドメインに注目して予測精度を見ていきましょう。で、これが前兆です。で、これが予測構造で、で、これが正解の、クライオ EM で決まった構造です。で、前兆としては、RMS では11オングストロームでちょっとずれてる感じになるんですが、まあ、全体の構造の概要としてはかなり合っているという印象を持つと思います。このマッカンツヘリクスの部分だけ切り出して重ねると、1.57オングストロームぐらいで非常によく合っています。ただ、これは同じファミリーの GPCR の鋳型構造が入手可能なので、多分鋳型構造を使って、それを修正してきたと思うんですが、まあ、それを鋳型があったとしてもかなり近い、このループの形とかも非常によく合っているので、優れた予測になっているという印象を僕は持ちました。次にソリブルドメインなんですが、これは鋳型がないはずなんですね。ですが、これでも、多少乱れてはいるんだけど、RMS が3.84でかなり近い構造を予測しています。で、それで、これは鋳型がサイブラストを使うと、この下の部分は、ウィークホモログ17.8%ぐらいので、ヒットするものが出てくるんですが、この部分にはほとんどヒットするものがないので、多分鋳型なしでデノボ的でここまで予測してきたんだと思います。が、まあ、かなりよく合っている予測と言えると思います。で、最後に、また膜タンパク質なんですが、MSK3 ヒューマン、メッケリンという、やはり、ま、あの膜タンパク質ですね。で、これも、鋳型構造として、正解構造が2021年12月1日にクライオ EM で、解いた構造が PDB で公開されていて、アルファフォールド DB に入っているこの構造ですね。というのは、この鋳型構造を知らないで、予測したはずであるものです。で、これがこの構造と 7FH1 がどのくらい似ているのかというので、まあ、予測精度の評価になります。そうするとですね、これもかなり似ているんですね。で、これが予測構造で、これがクラウ EM の正解構造なんですが、まあ、全体を重ねてみると、特にこの上の部分がずれてしまっていて、RMS は13オングストロームになるんですが、このドメインの感じとかですね、ここずれてはいるものの二次構造の感じとかっていうのはかなり似ています。それで、一番上のベータシートドメインを外して比較してみると、まあ、驚くべきことに、RMS は1.72オングストロームでものすごくよく似ています。で、この細部のこのループのこの感じとかですね、このループの部分の感じとかも非常によく似ていて、二次構造の大まかな配置はほぼパーフェクトに合っているという形で、ものすごくよくできた予測になっていると思います。それで、合っていないと言っていたこの上側についているドメインについて比較したのが次のスライドです。で、この場合は、まあ、RMS 結構大きくなっていて、これがまあ予測構造で正解構造なんですが、ちょっと正解構造が広がった構造になってますね。で、ただ、二次構造の配置ですね、このアップ&ダウンの逆平行のベータスライドのここをずっと続くような構造の感じというのは大体同じになっていて、そんなに、トンチンカンな予測をしているわけではないと。で、それで、実は、これメッケリンのクラウ EM 構造はホモダイマーで解かれていて、このもう一つのサブユニットにこう肩を乗せるように広がった構造になっているんですね。で、一方、アルファフォールド2はモノマーとして予測したので、その違いによって違ってきたのかなという気もします。まあ、いずれにしても、間違えた場合もこのくらいで済んでいるというのは、やはりすごい予測になっているんじゃないかと思います。で、最後にこのアルファフォールド DB の予測構造を観察してみた上のまとめなんですけれども、先ほど申し上げましたが、アルファフォールド DB の場合は、他のタンパク質拡散化合物などの分子は一切含まれていません。ただ、アルファフォールドの、コラボであるとか、ソースをインストールした場合だと、タンパクの複合体の予測構造のビルドすることは可能に今なっています。
先ほども言いましたが、天然変成領域は基本的には予測されずに広がった構造が出てくると。で、ドメイン間の配置は正確に予測されない場合があって、バラバラにの鋳型で作った場合は、その相対的な配置はきちんと予測されていない場合が多いということになります。で、リン酸化とか、そのアセチル化とか、収縮アミノ酸は一切考慮されずに予測されているので、収縮アミノ酸の効果とかを知るのは、難しいということになります。で、いくつかの例でお見せしたように、鋳型構造が全くないと思われる部分でも驚くほど正確に予測される場合があります。で、それで、その基本的なペーパーを読んだ感じ、あと予測構造を観察した感じから考えると、これまでの鋳型ベースの、構造予測が目指す方向っていうのは、いかに遠縁の双胴鋳型構造を探すかというのを頑張っていったんですが、アルファフォールド2の場合は、鋳型がない場合でも非常に予測精度が高いので、遠縁の双胴鋳型構造を探すというのが予測例にはなっていないようなんですね。で、また、デノボ予測の場合には、VC シミュレーションとか駆使して最小自由エネルギー構造を探すということを目標として作られていたんですけれども、アルファフォールド2の場合には、そもそもエネルギーとかフリーエナジーとかっていう言葉自体をペーパーで全く使っていないので、その統計物理学的な探索みたいなことを一切中でしている形にはなってないんですね。少なくともエクスプリストにはそういう形になっていない。で、それで、じゃあなんでこんなに当たるのかっていうと、やはり背景にある論理っていうのは、このもともと Google 翻訳の言語モデルっていうのをベースにして作られてるんですね。で、その Google 翻訳で使われているニューラルネットワークのモデルっていうのは、その翻訳の際には、例えば英語と日本語の対応付けというのを重視するわけはいけないんですが、その前に、英語らしさ、日本語らしさっていう言語モデルっていうのがかなり精密に作られていて、で、アルファフォールド2もそうなっているようです。つまり、出力される構造がそのアミノ酸配列を反映するということ以前に、いかに PDB に入っているタンパク質らしい構造を生成するかという部分にかなり重点的にチューニングが行われていて、それが見事なデノボ予測につながってるんじゃないかというのが今の私のインプレッションです。そうなのかどうかわからないんですけれども、Google 翻訳のアナロジーから言うと、その言語モデルに対応するタンパク質らしさモデルというのが優れてるんじゃないかというふうに、今のところ僕は考えています。ということで、今回のお題はこういうことで、ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございます。